こんにちは。いつもこの時期10月に入ると YouTube の研修会が行われます。今年はね、 YouTube アメリカ本社の方で研修が行われる予定でしたが、皆さんご存知のように新型コロナウイルス感染症の影響で今回はオンラインでの開催となりました。 Google プロダクトエキスパートサミットアットホーム2020というタイトルで、 YouTube だけではなく Google サービスのプロダクトが皆さんがね一堂に集まってオンライン研修が行われました。日本時間10月27日の午前0時から始まって、そして10月29日に日付が変わるぐらいまで、深夜から始まって深夜で終わるという時間帯で、結構ね数多くのセッションが行われました。我々はね NDA 機密保持契約がありますので、その詳しい内容をお話しすることはできませんが、私はねもう一生懸命ノートに書いて、すごいなすごいなと思いながら勉強をしておりました。まあね、その中でこれは話をしてもいいのかなと思うんですけれど、基調講演のスピーカーが話をしていたことです。早く行きたければ一人で行け、遠くへ行きたければみんなで行け。これはアフリカの言葉なんですけれど、あ、なるほど、そうだな、すごいなと思ったんですね。まあ本当ね、僕ら、コントリビューター、ユーザーの、皆さんをサポートするためには、まあ、一人で、できること、また複数の人数でないとできないことっていうのがあるんですよね。まあ、次のステップ、より高いところに行くためには、まあ、皆さんと、協力しながら、やっていかないと難しいなということもありますね。これからもね、ユーザーの皆さん、困っているユーザーさんのために我々が何ができるのかということをね考えてサポートをねしていきたいなというふうに思いました。あと一点ね、これ Google の基本理念かどうか分かりませんけれど、そのスピーカーさんが言った言葉があります。クリエイティブでなければ Google ではないという言葉。なるほどね、Google らしいなと思ったんですけども、僕もね、クリエイティブな考え方を持ってね、これから、やっていきたいなというふうに思っております。はい、ということでね、まあ、オンラインということで、まあ、リアルにね、皆さんとお会いすることができなかったというのは、まあ、ちょっと残念だなと思うんですけれど、来年こそはね、アメリカに行って、まあ、観光旅行は日程上できないんですけれど、まあ、アメリカに行ったぞということをね、まあ、リアルで味わって、日本の、コントリビューターさん、また世界の、コントリビューターさんとね、交流を深めることができるといいなというふうに思っているところでございます。はい、ということで今回はね、Google プロダクトエキスパートサミットアットホーム、2020に、参加しての、感想をね、ちょこっとお話をしました。私はね、これからも、YouTube、公式ヘルプコミュニティでね、回答する側として、ユーザーの、皆さんを、サポートしていきますので、これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。じゃあまた。すみません、よくわかりませんでした。